ラドリー・ウォーカー・モートンは、第二次世界大戦前、同戦中のアメリカ海軍軍人、潜水艦艦長。最終階級は中佐。モートンは1907年7月17日、ケンタッキー州、オーエンズ・バロに生まれる。1930年アナポリスに入学。四角い顎と大きな口が、漫画、ムー・ムー・リンズのキャラクターマッシュマウスに似ていたことから、 マッシュマウスとニックネームを付けられた。このニックネームはモートンが後出世して、有名になるとマッシュと縮められて呼ばれるようになった。第二次世界大戦前に航空母艦サラトが、従順洋艦シカゴ、潜水母艦カノープス、駆逐艦フェアファクス、潜水艦 R-5、及び S-37 において勤務した。モートンは1942年、ガトウ級潜水艦、 和風の副長に就任、マービン・ジー・ケネディ少佐指揮下で2度の紹介を経験した。10月15日中佐に昇進し、同年12月31日、ケネディ少佐の後を引き継いで、和風の艦長に任命された。モートンはアナポリスの同級生にも慕われた類まれなる潜水艦乗りだった。その進化は、和風の2代目艦長となって、遺憾なく発揮された。 艦長に昇進したモートンは、ブリスベンを出発する前、熱烈な訓示を行い乗組員の士気を向上させた。効果は適面で、その後モートンと部下たちの挙げた戦果は目覚ましかった。1943年1月26日から10月11日の間に確認されるだけで、和風は19隻もの日本艦艇、船舶を撃沈し、撃沈総トン数は5万5千トンにも及んだ。 その部君は名誉勲章にも匹敵したが、初任務となった3度目の紹介任務において、輸送船を撃沈した際、漂流する日本人を機銃掃射で殺害した事件の責任を問われる不祥事を起こしている。モートンは日本兵を撃ったと思っていたようであるが、実際にはイギリス軍に属したインド兵の捕虜であった可能性が高い。 この事件のため名誉勲章受賞が見送られたと副長リチャード・ヘザー・アリントン・オカーンは述べている。しかしモートーンは民間船の生存者の殺害を指示したとして先犯に問われ処刑されたドイツの潜水艦艦長ハインツビル・ヘルムウェックと異なりこの事件の責任を問われることはなかった。三度の困難な紹介の後に司令部は日本海に入り込む非常に危険な任務を2回に 渡って、モートンに与えた。5度目の紹介は、マーク14魚雷の欠陥がた,たって、失敗に終わり、帰島後に兵器局へモートンは、猛抗議、結果、新型のマーク18魚雷に感想してもらった。だが1943年10月11日朝、モートンは和風を指揮して、日本海での6度目の紹介任務を終えて帰還するところを、日本海軍の監視網に発見され、 脱出を図ったが、結局逃げ切れず、和風は撃沈され、モートンは80名の部下と共に戦死した。モートンは12月に入って、行方不明が報告された。戦後、日本の記録から、和風が宗谷海峡を、浮上脱出中、宗谷臨時要塞から砲撃された上、零式水上偵察機からの爆撃と、苦戦艇2隻、総海艇。 総会特務艇2隻による爆雷攻撃を5時間にわたって受けたことが分かった。1946年1月7日、戦死を宣告されたモートンは海軍十字章を受章した。疲労がモートンの死因となったと示唆された。ある者はオカーンではなく彼が心臓管に送られるべきであったと信じている。そうすれば彼も休息する機会を得られただろうというのがその主張である。 この任務に先立って、オカーンは、バラオー級潜水艦、タングの艦長に転任していた。アーリントン国立墓地に記念碑が建立されている。フォレストシャーマン級駆逐艦のモートンは、モートンの栄誉を称えて命名された。1960年、戦争中に、モートンの上艦であった、太平洋艦隊潜水艦部隊司令官、チャールズ・ A ・ロックウッド中将は、 元和風の乗組員のフォレスト・スターリングから著書、和風の目覚めのために序文を書くように頼まれた。文中でロックウッドは、モートンのリーダーシップと積極性を大いに称えた。ありがとうございます。